一緒にほんまでっか TV に出てる心理学者の植木先生がですね、うつになりたいという病という、確かそういう本を出しておりますが、本当にそう思うことがあるんですよね。病気になりたいということはないと思いますが、それは深層心理としてそういうのがある。その一つに私は離婚という不幸になりたがってる女性が結構多いような気がするんですよね。本当は離婚というのは人生のですね、ストレスとしては非常に大きくて、離婚をしない方が、がんなんかもちろんならないしいいんですけれども、どうしても多いわけですね。それでこれはいろいろ考えてみますと、当たり前のことをこうやってないからじゃないかと思うんですね。女と男っていうのはもちろん体は全然違いますし、脳も全然違うわけですね。よく言うように女性は情緒的だし、男性は論理的ですね。会話も女性は目的なく会話をし、男性は会話の上ったものは解決しようと思うつって、いつもこれも男女のいさかいの原因の一つと言われてるわけです。もちろん経験違いますよね。小さい頃から自分の身の回りの経験と全く違うわけですね。現在ですとやっぱり女性はどちらかというとですね、ちょっと夜道も危ないしというような警戒をしながら生活をしますしね。食事なんかに我々興味があるんですけど、僕なんかはどっちかというと女性がなんか食事に興味があるのを見ると、なんか全然こうそれはそれでいいけどもっていう感じなんですよね。僕はその代わりくだらないことにっていうか、科学とか機械とか電気とかそういうものに興味があるわけですよ。だからもちろん意見は合いません、合うはずがありませんね。ちょっと話が変わりますけど、狼は離婚しないわけです。それは狼にまず言葉がないから、夫婦の間でもこの意見の相違は出ないんですね。それから役割が決まっていて、目的は一緒だっていう、これが重要なんですね。言葉がなくて役割が決まっていて目的が一緒って、目的が一緒ですからね。私はよく子供と自分とは意見が合わないと、それは30年以上開いてて子供と僕の意見があったら子供は時代遅れになっちゃうよと。だから私の意見と子供の意見は違ってちょうどいいんだ、愛情があればいいんだ、こう言ってるんですけどね。狼の夫婦の目的はですね、立派な子供を育てることとちゃんと食料を確保することという2つなんですね。それが夫婦の共通の願いなんです。で、メスが必死になって子供を育てるわけですね。オスは食料確保、縄張りの確保で大変で、敵と命がけで戦うわけですが、もちろんこうメスから見てですね、狼のオスの戦い方が十分じゃない時もあると思うんですよ。だけど言葉がないんで言えないし、役割分担がちゃんとしてるからそれでいいんですね。私はこう言いますとね、女性の人は女に子育てを押し付けるのか、いや全然そんなことないんです。どっちでもいいんですけどね。オスとメスが協力して子供を育てる、その今はなんか対立したがってるっていう感じなんですね。どちらが何をやってもよくて、別に男性が家庭をやって女性が仕事をしても全然そんなことは全然構わないんですけども、何しろ2人で平等にやってもいいし、男性が仕事して女性が家庭やってもいいし、そんなのは別に大したことじゃありませんからね。ただ目的が立派な子供を育てて、食料確保って言いますか、人間の場合は食料確保だけでは済まないので、快適な家とかですね、楽しい生活っていうのが入るわけですから、目的ははっきりしてるわけですよね。結婚して子供ができて家庭を持ったら、普通に考えればね、夫婦どちらでも何やってもいいけども、夫婦協力して、生活を安定させ、できるだけ、楽しい毎日を過ごし、笑いの絶えない毎日ですね。笑いの絶えない毎日と、もう諦めてる人多いんですけど、結構やろうと思ったらできるんですよ。もうこんなもんだと思って楽しめばいいわけですから。それからやっぱり自分と、僕だったら自分と妻で言えば妻と自分と夫っていうのはもう意見は合わないと、意見が合わないけども、どうしても一つのことやろうと思ったら順番にやるとか中間を取るとか、なんかいう方法しかないんですよ。話し合って納得なんかできないんですね。人間っていうのは自分の脳に入っているもの、もともとの脳の構造、それから、そのもともとの脳の構造が違いますよね、さっき言ったように。それから性質も違いますし、経験も違いますから、そういうもので正しいのは何かということを判断するわけですから、間違ってるの決まった
男性と女性が考えが違うの決まってますよ、そんなのね。だからこの、愛情があったり家庭を作ろうと思って、まあ愛情もですね、まあ結婚するときは愛情があって、結婚してまあ半年って僕言ってるんですけど、半年はまあ愛妻弁当があって、それでまあどんなに頑張っても夫婦の間に強い愛情があるっていうのはまあ3年でしょうね。3年目の浮気とか言いますけども、それはそうですよ。一生の間ね、男性と女性の愛が続くなんてことないんですよね。あとはもう家庭ですよね。だから立派な子供を育て、子供がいなくても同じなんです、立派な子供を育て、まあ、動物で言えば食料確保、人間で言えば生活の楽しさを得られる、それを、それが夫婦の共通の願いなんだと。それはもういつもそう思ってたらいいわけですね。妻がやることは理解できないと、だけど理解できないけど一緒に一生を送っていこうと、まあ、むしろですね、夫婦っていうのはむしろ自分の人生が2倍になるわけですよね。自分と違う考えの人と一緒に生活する、そしたら、ああそうか、自分だったらこんなことしないけどこんなもんなんだなと、まあ、いうふうに思ったりしますからね。だからそれは本当にこういろいろ自分にも糧になりますよ。だけども逆に話し合えば合うほど、それから意見を一致させようとすればするほど、もちろんその不幸の方に行きますよね。だってどうせ意見合わないんですから、どうせ意見合わないんだから不幸の方に行く、だから離婚になる、まあ、これ当然ですね。ただ、まあ、ちょっと現代で言えばですね、幼稚な男性と結婚しないってことがまあね、女性にとっては大切ですね。っていうのは女性ももちろん、女性ももちろん変な女性がいるんですけれども、これはもう統計的によく分かっていることで別に私の意見じゃないんですが、女性は平均的な考えを持つ人が多いんですよ。男性はばらついてるんです。ですから獰猛な男性もいれば極端に優しい男性もいるし、もう成熟した男性もいるし、幼稚な男性もいるんですよ。ばらつきが激しいんですね。ところが女性の場合は結構まとまってるんですよ。だから男性側から言うと、女性と結婚するときはですね、まあ愛してればそれほど当たり外れがないんですよね、男性から見ると。ところが女性から見ると男性の当たり外れってもう極端なんですよ、まあ、暴力を振るったり、もう全部自分の中心だったり、そういう男性がいるんですよね。それはもうなかなか結婚生活を続けると難しいんです。まあ、25を過ぎた男性がですね、それから性格が変わるとかいうことはありませんからね。だからそれだけはまあ女性の方で見分ける必要があるし、まあ、どうしても幼稚な男性とか粗暴な男性と結婚したければもう離婚覚悟で結婚し、やっぱりそうかってすぐ離婚すると、まあ、そういうことになるんでしょうね、まあ、それはだけど自分、女性の自分の判断ですからね、まあ、いずれにしても私がこう若い人が結婚し生活し離婚してるのを見てますとね、なんか最初から離婚することが分かってるのになとかですね、わざわざ離婚したがってあんなに議論してるのかなとかですね、それで2人の趣味を一致させる、趣味なんか一致するはずないじゃないですか。一致する人だったらまた不満が出ますよね。ただまあ昔は男性はですね、女性が子供を産むことに対して男性は、兵役がありました。1年半ですね。女性が2人子供を産みますと十月10日 ×2、2人の子供ですからね、やっぱり自由にならないんで、男性もそれを兵役という形でやりました。女性は子供を2人育てるの大変でした。その代わり男性は戦争に行って死にました。ちゃんと男と女が協力して国家を支えて生活を支えると、まあ、いうことがあったんですけど、今は戦争がなくなっちゃったもんですから、男性がですねやることがなくなっちゃいました。子育てなんてやってますけども、男性が子育てしてもいい、もちろんいいんですけどね、ただそのために軍事とか平和とか生活とか年金とか貿易とか TPP とかむちゃくちゃになっちゃったんですね。だからどっちかがやらなきゃいけない。つまり我々はですね、立派な子供、食料確保、社会の建設、そういうものをですねお互いに、あなたこれやったら、私これやるわという感じでですね、役割分担を固定するんじゃなくて、まあ、日常的にですね話し合いながら生活するっていうのはちょっと男と女では無理なんで、まあ、大体決めといて、得意分野を決めといてですね、得意分野で勝負すると。そして目的は何といっても幸福な家庭、立派な子供ですからね、これを共通の願いにする、まあ、それから見ると随分みんな不幸を望んでるなぁと、まあ、そんなふうに思うこともあります。